いやいや、さっきの戦いは、はい、あの勝たせていただいてありがとうございました。いやいや、まだわかんないですよ。まだわかんないです。安全ポイントはまだありますからね、最後。大逆転。あ、そうか、はい、あ、そうか、そうか。はい。まあ、安全でもない、1回で降りた方が勝ちやろうな。もちろんね、そういう考え方もあるので、それはまた視聴者さんにお任せということで、コメント欄で待ってます。投げ捨てた。さあ、じゃあ今回ね、はい、まあ、次のところに行くわけやないけど、はい、ついにもう戦闘機使っちゃうね。はい、もう使いましょう。早かったね。はい、ったね。はい、それから今日はちょっと稼ごうかね。稼ぐっていう言い方本当に良くないですけどね。稼ぐって、その早くフランス終わらせようと。国はいっぱいあるからさ。まあ、そうですね、うん、日本が3年かかったんですよね。ってなるとフランス2年ぐらい、まあまあ、その感じでいくと。いや、ま、数ヶ月、数ヶ月。あ、戦闘機を使って。あ、戦闘機バンバン使って、バンバン使って、うん、あ、確かに。そうか、今回はボルドーまでですよね、頑張っていくのは。あ、そうそうそう、ボルドーまで行けばだいぶ行ったっすよ。でもボルドー行ったらもう下も行ったわけやから。はい、もう今度西側なんと、あとは、ね、そう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 、でもうね、北の方に回って下にピュッて降りればもう終わりやから。そうです、モンサンミシェル行きのパリゴールですね。ですです。ということで、まあね、もう終わりが見えてきた。見えてきましたね。まあ、見えてきたよ、見えてきた。はい。だから今日はね、はい、最終的にはボルドーまで行くけど、はい、まあ、途中の街、いろいろ綺麗なところあるから、はい、見ていきましょうよ。そうですね。真剣にね、飛びながら。真剣に。ただ、今回も言えるのが、うん、調べてない。ああ、街よ。街よ。あ、でもサンちゃん、ヨーロッパで、ね、フランスといえばさ、はい、ここの空港ってあるやん。やっぱり、僕、あ、エアバスだから。ありますね。まあ、そっから言ったらさ、やっぱここっていうのあるやん。あの、ゴールにシアトルみたいなやつ。はい。シアトルみたいなやつ。ありますね。どこか言ったって、言ったって。トゥルーズ。普通に言うて。嘘でしょ。あ、はい。かましてありましょう。この、ボーイングの F18 で。エアバスに一回ボケてくれると思ったのにな。申し訳ない、申し訳ない。さっきちょうだい、さっき。え、そっか、おさんちゃんだったら言ってくれると思ったけどな。無理か。ちょっともう一回お願いしていいですか。いやいや、もう行きましょう。もう一回演じそうしますわ。はい。いや、ちょっとまたね、 INSR ラインから始まるからね。はい、お願いしますね。ちょっと待っててね。はい、INS 動かしゃがんがよ。本当に気をつけましょう。気をつけ、危ないから。横から120ノットぐらいの風入れましょう。どういうこと。ガタガタガタ。あ、揺れるから。はい、あれ揺れるときさ、 INS フェールとかなるよね、はい、なるんじゃないですか。そう、あの強風は確かダメじゃないですか。地震もダメだもんな。さすがのそのレベルによるでしょうけど、多分本当にアカンレベルだと思います。それは15の時もなんか地震ダメやったよね。えっと、地震ガタガタガタって言った時、なんかもう一回リアラインしてやる気がする。ああ、まあまあ結構揺れたけどね。それはあの機体が揺れるぐらいやからさ。はいはい、はい、ペールするでしょうね。ねえ、だから今動かしたらあかんからね、サンちゃん。はい、気をつけて。やっぱそこは気をつけて、ほんと。はい、ベロシティベクター飛んでいくよ。変な方向さすんですね。変な方向さすから。はいはい、うん、ちょっと少しから降りて言わしてみましょうか。いや、前にさ、はい、俺らの行く手を阻むトラックが2台あるんだけど、サンちゃんにはないよね。え、見えてない、ね、ないね。はい、こっちだけやな。はい、敵かなと思った。あ、バスだった、普通のバスやった。あ、バスですか。うん、ちょっとフックのチェックしていい。あ、フックチェック OK かな。 OK やね。やるんすか、フックチェック。僕もしとこう。もうやっとかんとさ、怖くない？怖い、怖いですね。何やるか分かんない。コントロールチェック。これ、たぶんプリタクでやってなかったな。コントロールチェックやろ。あ、コントロールチェックやろな。はい。プリタクでやってましたよ。なんか、毎回じゃないけどやってましたよ。ああ。今回の
いや、聞きたいよ。これ、プリタクでやってなかったよね、嫌な。ああ、スピードブレーキチェック。ああ、スピードブレーキもね、チェックしとかなあかんね。チェックしとかなあかんね。オッケーね。ちっちゃいスピードブレーキやろ、俺。そうですよ。これ、使うのかな、これ。ああ、でも意味ないわ。言うで。もう行きます?ノーズステアリング大丈夫ですか?かましてます?あ。あかんな、これあかんわ。ステアリングですか？ステアリングあかんわ。あー、ちょっと待って。あ、できた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 。このどこのスイッチに割り当てたか全然わからんから。このノーズステアリングは本当あれですよね、あの、ね、T4 でしたっけ。 T4 がノーズステアリングの、あの、地上ではノーズステアリングボタンだけど、上空に行ったら、そうそうそう、あの、無線に変わるんですよね。マイクスイッチね。マイクスイッチに変わるんですよね。変わる変わる変わる。ねえ、これちょっとやめてほしいな。ゲームなんだから。はい。キャノピー開かんくせにね。本当ですよ。ノーズステアリングはもうずっとかましててくれほしいですよ。どこ細かく作るとね。そこ固定する必要ないですよね。ねえ。誰も固定。だんだんさ。我々もうこの3年もやっててさ、はい、あの、マイクロソフトに呼ばれてないから、だんだん悪態ついてきたね。確かに。初めね、もう、いい子ちゃんって言いましたからね。いい子ちゃん。お前なあ、もう、作りが甘いとか言い出しだな。あかんな。慣れは怖いな。慣れは怖い。さて、行くで。はい、でもいいですよ。よし、フラップ1個下げて。でもオートにしてみたいんだよな。どうやって、あ、下がってる下がってる持ってる。はい、オートフラップになってるの。オッケー、で、行くで。はい、パワーちょっと足すよ。はい、今 40% ぐらい、はい、50% ぐらい入ってる。行くで、リリースブレイクすんで。はい、リリースブレイクのトン。うわ、完璧やん。レートが見える。すごいね、サンちゃん。はい、完璧やん。はい、130ノーズアップね。はい、テイクリード。やめてくれる。ギャラップ、ギャラップ。テイクリードしたやん。ちょっと待ってよ。いきなり。次に行くわ。びっくりした。びっくりしました。びっくりした。僕もびっくりしました。まさかそう。もう一回、もう一回テイクリードしていい?あ、いいですよ。あ、じゃあ、あの、テイクリードするわ。はい。ビジュアル。でしょうね。そう、ビジュアルこう。でしょうね。あの、次の町に向かってるからね。はい、あの、例の町ですね。400ノットで行くよ。はい、よし、じゃあフォーメーション続いてサンプルタイプをプレゼントします。ああ、ありがとうございます。はい、それはもう本当ありがたいね。あの、サンちゃん、このマーベリックモデルで、はい、はい、サムネお願いします。はい、ニームの感じ。うん、やっぱりこのマーベリック塗装で言ったら、フォーメーションを何人前連れて行ってくれるのかなってちょっと思ってます。あ、もうおかしいよそれ。あ、
マーベリック来たみたいな感じになるからね。はい、なりますね。多分あのエアバスの空港だけど湧くよ。湧きますね。もう、もう街がもう湧き立つよ。世界中でトップが流行ったんですかね、あの時やっぱりもう。ああ。まあ、ひょっとしたらね、はい、ひょっとしたらヨーロッパではね、はい、違うかもしれんね、ユーロファイターのあの、あるんですか、ユーロファイターの。ユーロファイターがなんかの、なかったっけ、ユーロファイターかな、ミラージュかな、ミラージュ。あるんですか、ミラージュの、そうそう、あるある。へぇ、そんな映画あるんだ。あるよ、まあまあ面白い、ミラージュ。なんかね、テイク、なんか見つからずに行くみたいなやつ。はい、ちょっと忘れたけど。はい、サンちゃん、なかなか落ち着かへんね。戦闘機はええわ。楽やね。楽ですね。楽ではないですけど、今は。あれあれ、あ、ちょっと上昇してるからかな。いやいや、こっちですよ。ジョーさんは悪くないです。あれ、なんか今日ちょっと素直やな。おかしいな、あかん、全然会えへん。マジで、はい、あ、サンちゃん、じゃあテイクリードしてよ。いやいや、そんなんで終わってたらあれじゃないですか、そんなんで変わってもらってたら今日はできないやつで終わるじゃないですか。もう一回やらせてください。懐かしい、もう一回やらせてください、懐かしい、はい、もう一回やらせてくださいは言わないと、もうこれはダメなやつですからね。サンちゃんもう自衛隊をネタにしだしたね。いやネタにしてないです。いや、あ、そうだそうだ、諦めたらいかんぞっていうことを言いたいです。はい、俺自衛隊をネタにする勇気はないから。いや、自衛隊ネタにしちゃう、そういったらなんかあれじゃないですか、ちょっとしてもらおうかな。ごめん8000フィートまで来てしまった。上昇してますね。そうなんよ、ちょっと上層を抑えたいよね。はい、取り戻って、これ基準のパワーが今全然分かってなくてですね。ああ、そうなんや、ごめん、こっち上昇してるからかもしれない。一回ね、ベルシティベクターホライズンバーに合わせる。はい、ホライズンバーにこれ合わせて、でここで400にして、これフライバイワイヤーかなりね綺麗に振られてるからさ。はい、一回止めたらね、ピタいるよ。392でしょ。まあちょい効果でもいいかな。400、412、415、止まりつつある。まあこんぐらいで。ちょっとライトダンスね。はい。サンちゃんどこ行ったの？左にいます。あ、いた、行った。おお、チームの街じゃないですか。お、そう、もうすぐなんよ。もうね、この右。はい。あれ、この右下、これや。この下や。綺麗にできてますもんね。うん。じゃあ行こうか。ちょっと行きましょうか。じゃあ、フォーメーション、それとも、このままセパレートして。ニームの街、それタッチアウトしましょうか。あ、一人ずつ、おのおのにします。フォーメーションも、おのおのにしよう。きついっすよね、ここからは。ここからはきついな。おのおの行きましょうか。うん。決めたぞ。お先はできんかったもんな。マイナス50度ピッチで突っ込んで。セーフティー道の方の言うとったけどな。ジョさん、はい、そう、もうおっしゃってることはすごく正しいんですけど、うん、戦闘機はですね、うん、マイナス50度ピッチでも全然安全にこっちはコントロールできるので大丈夫なんですよ。あ、なるほどね。はい、そっかそっか。はい、気にしてください。いや、速度減らしきれなかったな。ラップをして、ギアを下して間に合うかな。え、ジョーさん、もうそのままストレートインで入るんですか。あ、ダメな。あ、いやいや、おしゃれランディング。いやもうそんな、いや、僕はもう間に合わないなと思って、もう一回回ろうと思ってます。あ、僕全然間に合ったよ。今153乗った。わ、すごい、いい感じですね。うん、やっぱプランニングね、大事よね。
コーヒーしました。今から着陸させてもらいます。いいですよ。ここから、ここからタッチアンドゴーからのコーヒーだよ。ジョーさん、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 何何どうしたの。ジョーさん完成とに当たったから。ちょっと待って待って、こっちも忙しい、こっちも忙しい。ジョーさん、あれ完成とに当たったから、今当たりました。当たった当たった。下見てください。見た、落ちてったの見たよ。見ました。あの、そう、ああ、見た見た、今なんかマイキーで上がってるよね。え、まだギリ助かってんの。いや、助かってません。助かってません。これ AB 高かんと、 AB 高かんと無理なやつや。ポー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 言うとる、ポー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 言うとる。これバックサイド入った。いや、やってしまった、やってしまった。一気。あらがる。ええ？あらがる。ちょっとリカバー。行きます。あ、リカバった、リカバった。よいしょ。AB につけられたわ。いやー、AB タイミング遅れました。サンちゃん、ちなみに一回もタッチアンドゴーすらしてないからね。今からタッチアンドゴーします。コーヒーミッションしに行ったら墜落したっていうパターンなんでしょう。違うの。そう、その通りです。あ、そうだよね、はい、もうその通りすぎて。あ、この下の町できてる。あ、できてる、できてる。この下の町はできてる。うん、綺麗。まあ、さんちゃんがタッチアンド行きました。まあ、でもな、ちょっとコーヒーミッションで完成するやつだよな。どこぶつけたんすか。あ、ちょっとね、テールね。テールですか。ちょっとね、テールヒットしちゃったよ。あー、これ怒られますね。そうだね、ちょっといかんかもしれないね。ちょっといかんっすね。あー、いかんっすね。ちょっといかんね。まあ、こっちは完成通りコーヒーミッションして失速しましたけどね。やっぱりさ、はい、無理なコーヒーはダメってことじゃない。確かに、ね、無理なコーヒーはダメ。ああ、そう、その通りですね。うん、2人ともね、無理なコーヒーをしたから、はい、やっぱりダメですね。もうやっぱり無理はやめよう。安全に行きましょう。さあ、じゃあ左、あの ルートずれてるから。え、立ち残しの？いやいや、ま、だこれニームの街を今一周回るんです。ああ、どうだい。サンちゃんどこや。あ、ニームの街の中心部だ、多分。めっちゃできてる。あ、そこなんや。ほらほら、めっちゃできません。いや、サンちゃんの場所がちょっとよくわかんない。見えないんだよ。うん、ちょっと、あ、いたいたいた、それか。あ、よかったよかった、見えた見えた見えた。ちょっと来てください、めちゃくちゃできてる。ショッピングモールとかめっちゃできてる、看板もできてる。あ、ほんと。あ、注意注意、速度ね、速度。あ、速度ね。はい、これ HMD がないからな。速度注意っすよ。あ、観光地からこれ行きますからね。あ、ジョーさんめっちゃできてます。うっそ。ニームの街って何なんだろうね。あ、そっか、これトゥールーズだから。あ、はい、これトゥールーズだよね。いやいや、全然まだ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 先です。トゥールーズまだまだ先です。失礼しました、失礼しました、失礼しました。あ、できてるできてる。ちょっと高度高いけど、ここから見た感じ。はい。できてるね。そっかそっかそっか。オッケーオッケー。じゃあ行こうか。うん。え？行こうか。え？さあちゃん、もう18分経ったんや。あー、行かなあかん。それは行かなあかん。ほら、サッカースタジアムめちゃくちゃできてる。あ、ほんまや、できてるできてる。すごいね。え、ここすごくないですか、これ。おお、すごい。あ、ブブいてる、ブブいてる。なんでここに力入れた。全くですよ、ね、すごい。全くですよね。なんで、カンヌ映画祭の、カンヌの映画祭の場所だけしか作らなかったんですかね。ねえ、なんでここにこんなに力入れてんの。まあ、わからんな、ほんまにこの、基準が。中はやっぱりめっちゃ綺麗できて、何年経ってもわからないですね。うん、だってもうね、次早く行きたいから、はい、コードを取っていくよ、もう。
エビ使ってますよ。え、あ、エビ使おう。パス上げてから。はい。ガン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 。よっしゃこれさ、はい、あの、皆さんさ、はい、あの、旅客機ってさ、はい、高度上げていくじゃん。はい、高い高度を飛ぶじゃん。はい、前は、320とか737だったら3万7000とかさ、はいはい、で、78とかだったらさ、4万1000とか飛ぶじゃん。はいはい、これなんであの上の高度飛ぶかっていうのを、皆さん多分知らんの。はい、多分。はい。うん。はい。ね、はいはい、あ、それを今から授業があると調査、あ、ない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 ですか、ないですか。これ高度上げることによってね、はい、あの多数が上がるから、はい、はい、多数で多数トゥルエスピードね、トゥルエスピード、はい、うん、マック一定で上がって、マック一定で上昇してたら多数上がるじゃん。はい、はい、で多数上がって上空に行くと空気が薄いからさ、燃費がいいじゃん。はい、はい、まあ、その2つだよね。はい。うん。2つ上がるってことは、風、プラス、マイナス、風すると GS になるからさ。はい。まあ、結局、多数が速い方がね、はい。いいに決まってるから。決まってますね。で、多数が入って、まあ、多数って言っても、皆さん分からないから。トゥルーエアスピード。そうそうそう、トゥルーエアスピードね。インディケーティッドエアスピードは遅いんだけど、当然ね、遅くなるんだけど、はい、多数は、Mach でね、決まってくるから。はい。っていう単なるあのお話ですね。下から見た時の飛行機の速度が上の方が速くなるんですね。そう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 、地上のね、大気の速度、ね、地上から見た人の位置、うん、人から見た飛行機の速度、うん、そう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 、速くなるし燃費がいいから上に上がると、はい、いうことだよね。はい、そう、第1回目は、はいはい、以上、なんかね、以上、そう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 、IAS が下がるからさ、はい、遅くなるっていう人が、ああ、そういう、そういうイメージですね。うん。でもね、Mach、はい、一定だから。Mach が一定だから。そうそう。Mach 一定だから、はい、パスは、あの、変わらんよという、はい、ことですね。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、どういたしまして。第2回目、ジョーさんの授業は、ジェット気流についてです。よろしくお願いします。ジェット気流はね、日本ではね、ポーラージェットとかいろいろあったんですよ。あ、もうやってくれるんですか。いや、やらない、やらない。さあ、じゃあ5万フィートぐらいまで上がるよ。じゃあ飛ばそうか、今から。飛ばそうっていうか、どういうこと。あ、ワープしようか。ワープしようか。うん。じゃあ、せーの。はい。いや、サンちゃん、やっぱりね、4万で来ると早いよね。早いっすね。一瞬で、一瞬でしたね。一瞬で来ましたね。で、トゥールーズも真下なんよね。はい。そろそろ見えてくる。あ、見えてきた、見えてきた。これや、これ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 。真下だ。じゃあ、このままダイブして入ってっていい？あ、見えた、見えた。どこやろ？ね、この前やと思うんだけどな。これちゃうかな、トゥールーズ。あ、それ、それ、それです、それです。あ、あ、これでしょ？見えました、見えました。この、そうです、滑走路2本。行ってきていい？あ、挨拶しに行きましょう。挨拶しに、まあ、とりあえず着陸しに行こうかなと思って、はい、フルストップします。ああ、しない。タッチャンの方、タッチャンの方かな。やっぱりさ、ボーイングで行ったら怒られんちゃうかな。あ、そうですね。もしかしたら着陸したらなんか罰金みたいなの取られるかもしれないですね。着陸料取れるかもしれないしね。はい、掛け算ぐらいの。掛け算やな、もしかしたらですよ。うん、その可能性あるからな。ダッチャンのところにしときましょうか。ダッチャンのところだったら多分3分の1の値なんでね、はい、できると思うから。サンちゃんとどっちが早くダッチャンのところでいいかな。もう場所が場所が、えよし、どっちが早くダッチャンのところでいるかですか。あ、じゃあそういったの乗ってますわ。まあ、ただこれやっぱり最後どんだけ早く減速するじゃないですか。そうだね。だからそこでいかに後ろが詰めれるかっていうところですから。ああ、まだ、なるほど。はい、この位置関係だから、あ、負けとは。じゃあそこか。
飛ばしてるね。500ぐらいでいってるでしょ。え、730です。今マックワンポイント2。それでいく、いきますね。いやいや、じゃあ僕はもうこの安全速度400でいってるけど。いや、安全っていうちょ言葉使うんやめましょうよ。なんか安全って、あ、加算されるんやったっけ、ポイントが。え、キョウさん、キョウさん、はい、またスタジアムだけがやたら綺麗に作り込まれてます。マジダメやね、全然。すげえ、スタジアム、なんかやたらスタジアムにこだわってるな。サンちゃん、はい、サンちゃんの影響でかいんじゃない？影響って、影響見てくれてるってことですか？そう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 、だって、普通そんなに作り込まんでしょ、スタジアムって。はい、ねえ、キョウさん、スピード速くないですか？いや大丈夫、今210、減速中、ギア下ろしてんの。はい、180。オーバースピードしてないですか、ギアの。してない、してない。いや、ちゃんと250以下で下ろしてる。あ、よかったです、よかったです。うん、ほとんどの飛行機で250だよね。なんでなんか、ね、そうなんですか、ほとんど250なんですか。ほとんど250。いや、でも確かにその辺の雰囲気ですよね。はい、うん、うん、戦闘機もそうだったでしょ。え、そうでしたっけ。え、250、あ、抜かれた。え、抜かれたやん。ああ、その、あ、はい、サンちゃん伸びたね、設置ね。着陸料、これ150万。ちょっとエアバスの工場見ていきますか。見ていこうか。サンちゃんの方。ギアラップ。多分この右のこれだと思うんですよね。あ、右か。これこれこれ右前のこれ。あ、そっちなんだ。はい。ここがエアバスの工場なはずです。エアバスの工場の上はボーイングで飛ぶと撃たれるんじゃない？そんな感じではないと思います。あ、そうかそうか。はい。多分ちょっと石ころ投げられるぐらいだと思います。あ、これなんや。はい。そっか、これ全然できてないね。いや、なんかボーイングとエアバスとかはちょっと作ってもらいたいですね。ねえ、ボーイングはまあまあでき、あれ、そっか、あれはモッドですね、フリーモッド。モッド入れたんだ。はい。じゃあサンちゃん、もう次の空港行こうよ。あ、行きましょう。ちょ、最後フォーメーションランニングしますか。最後だけはするよ、絶対に。絶対にしましょうよ。ボルドーでしたっけ。ボルドー、ボルドー。ボルドーの空港もそんなに綺麗じゃないんだよね。空港がね。空港がよ。しかもこっから遠いしな。ああ。また高度取る？まあまあよ。距離にして、だいたい1000マイル。サンちゃん、もうちょっと、ずれてってるけど。はい。ボルドーこっちだよ。どこだろう。はい、今ね。あ、はいはい、オッケー。うん、オッケー。右下。え、こっから100マイルくらいじゃないですか。え、なんか見たら今地図見てるけど。はい。あ、100マイル。100マイルくらいですよね。100マイル。あ、違う。あれ、これ200マイルの距離ってどんだけなんだろう。あ、これが200マイルってこと。200マイルレンジで見てんだけど。100マイル、これ200マイルぐらいか、じゃあ。あ、200ぐらいか、じゃあ。200ぐらいですよね。あ、200ぐらいか。あ、じゃあ、着くね、すぐ。そうです。もう、すぐそばです。ちょっとでも、ワープします。いやいや、じゃあ、このまま行こうか。行きましょうか。ずっとサンちゃんの、500ノットでのフォーメーションを見ながら行こうかな。500のフォーメーションか。500でもちょっと遅いかな。上げて高度2万にしましょうか、じゃあ。あ、2万でいこうか。はい、分かった。200の450とか500ぐらいでいこうか。はい。ただやっぱり高度上げすぎるとフォーメーションは難しいですからね。4万とかだと。ああ、無理やね。4万無理やね。無理、スカスカや。2万だったら楽勝やな。はい。ジョーさんがいない。いるいる。多分抜かれたかもしれないね。さっきさんちゃん。あ、いたいたいた。今ね、右、左上。若干の左上。ほぼ正面。
ああ。何の音で飛ばしてます？今飛んでます。あ、何？何の音で飛んでます？今417。417。うん、こっから2万にするわ。19,683 フィート。450ノットでいい。いいですよ。ただジョーさんあんまりパワーつきすぎるともうやばいかも。QL ローになりましたね。あれやってるからね。あ、ほんまや。もう少ないな。少ないね。QL 足しましょうか。足そうか。真ん中にしようか。 50% で、はい、あんな戦闘機は気ぃつけなあかんね。気ぃつけなあかんですね。不用意に燃料さんも今いい感じに燃料減ってました。同じぐらいでした。減ってた。今 12% ぐらいまでになってた。じゃあよくないですよ。僕 8% でした。使いすぎやね。使いすぎました。一発目ちゃおう。はい、いたんすわ。ね、墜落しかけたとき、はい、あそこで AB 使いましたし、いやあとエンジンスタートもジョーさんより早かったですからね。あ、そっか。反省します。絶対せんと思う。今何の音ですか。456。456か。やっぱ AB 使うの無理やな。あ、本当？はい。今ミリタリーで450キープだったんですよ。あ、そうなんや。400ぐらいにしようか、ほな。そうですね、420がありがたいかもしれないですね。420にしようか、ほな。分かった分かった。410ぐらいまで減ってもた。多分400ぐらいになるな、はい、了解。今 V100 の今404。404、はい。本当やね。まあまあパワーいるねこれ。そうですね。まあまあいります。そうやね。お、来たよ。はい。霊感ちゃうやつのほんま。お願いします。ゴールドを連れて行ってください。任せてください。もうね、道半分ぐらい来たよ。あ、もうそんな来ましたか。うん、これちょっとあれやな、エンジン音大きいかな、分かりにくいかな。ちょっとジョーさんさっきタワーでぶつけたんでしたっけ。それは BD チェックしてくれる。はい、します。あ、お願い。もうちょっとひどい人いたけど。なんすか。いや、もうちょっとなんか壊れたの、ひどい壊れ方してる。ああ、はい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 。ありました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 。うん、はい、こっぴどく怒られました。はい。あ、ごめん、これあれオートフラップやと思ったらさ、はい、あ、でもオートフラップだ。フラップ下がってんな。あれ、ちょっとフラップ上げたけど、ずっと速度一定ですか今。あ、ごめん、減ってた。390今。89。はい。エビ使ってます？ん？エビ使ってます？エビ使ってないよ。使ってないですよ。でもやっぱり出るんですね。たまにエビボーンって出たりしますね。あ、赤いの？はい。使ってない。今、ノズルも閉まっとるで。あ。うん。意味が分かった。はい、この AB のシステム分かりました。ああ、サンちゃんが AB 使ったからか。そう、僕が AB 使ったらそっちのあれが動くんです。ああ、なるほどね。全く同じ動きしてる。ちょっと右に5度ぐらいずらすね。はい、これ本当良くなったよね、このね。良くなりましたね。18すごいわ。
前までだいぶしょぼい飛行機やったのに。いやもう本当にマイクロソフトフライトシミュレーターさんはすごいですよ。怒られたよね、18乗りに。これはひどいぞと。ちょっと全然違うぞ。マッチはあれですけど、飛行機は本当に改良されてきましたね。いやほんまやね、もう全般的に良くなったよね、はい、最初の787がもうトラウマですもんね。あーしょぼくてね。はい、今もだいぶいいからね。だいぶいいですよね。ジャンボとかも初めやばかったですもんね。やばかったやばかったやばかった。もう V ナブがちゃんと行くもんな今。あの時うん、このエアラインの航空機で使えるのってエアバスしかなかったんですよね、初めまだ。まだいけるのって。そうまだいけるのってね。でもデフォルトの機体だったら全然ダメやけどね。ああ、うん、それ考えたらもうこの3年でかなり進歩したよね。しましたね。2024年どんねなんだよな。この街が綺麗になっても飛行機がまた元に戻るのだけはやめてほしいですね、うん。ああそうやね、もう飛行機はこのまま維持してほしいな、はい、あと買ったやつがなくなるのはやめてもらいたいな。そうですね。ねえ、まあまあ買ったからな。いや、ジョーさんはめちゃめちゃ買ってますね。めちゃくちゃ買ったからね。はい、あと伝説の A 点が早く見たいっす。あのゴミの飛行機。はい、ゴミの A 点あれ確か止まらなかったんですよね、まともに。あまり離陸できんかった。あの客が地上に埋まって離陸できんかった。やばいな。うん、要はあれ売ろうと思ったよね。はい、今 A 点新しいやつ出てますよね。そう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 、あれはいいんじゃないの。どうなんだろう。もうなんかね、2024で使えるって分かるまではなんか買いにくくない。はいはい、ねえ、まあまあその値段するし。はい、あもう僕ら持ってますからね、そこそこの使えるやつは。そうね、まあ買っていきたい気持ちはあるんやけど、はい、それで使えんかったらちょっと悲しいから。悲しいですね。今まで何割ぐらい使えんかったんですか。ああ2割ぐらいやんない。ああうん、しょぼいのね。あれもひどかったんでしたっけ、エンブラーの。あーエンブラーやばいね、あれ。あれもだいぶゴミやね。あのエンブラの新しいやつまだマシやけど、でもそれでもゴミ、あダメやな。何から撮ってるんですか。エアバスから撮ってるんですか、データ。あれエアバスやね、データ。僕たちもうそろそろフォーメーションランニングに向けて整えていきたいんやけど。あ、わかりました。いいですかね。はい、大丈夫です。今何ノットですか。420やね。おお。いやちょっとゴドパスやからちょっと持ってくね。持ってください。はい。持ってくね。はい。でフォーメーション、タッチアンドゴー、全、ボルドを一周フルストップいきます。求めるね。とりあえずね、とりあえずフォーメーション、タッチアンドゴーしようか。そうですね。ロープローチもいいけど。はい。うん。ちょっと整えていこうか。はい。おさんじゃ何も考えずに釣りしてくれたんで。わかりました。昔のあの F20、35のようなことはないから。はいはいはい、はい、うん。あのことはないってことですね。わかりました。あれは恐怖ですからね。あれは恐怖ですよ。あれ恐怖だね。はい。ついてたら墜落するね。ちょっとなんかこの F18 だったらなんか信用できそうな気がします。まあ、あそうだね、まあ、気になる方はね昔の動画見ていただいてね。はい、はい、もし気になる方がいたらね、ちょっともうこの機会にも気になると言わずに見てください。再生回数回してもらってね、あれ爆笑やからね、はい、本当にあれはびっくりしましたね。もう1年ぐらい前じゃないですか言うて。あそうだね。あー見てなかった。松島思い出すね、さんちゃん。はい、あ松島行ったことないけど。あたちゃんの方でしかね、はい、行ったことないんだけど。なるほどね。松島まだ遠いか、空港は。ボルドーの街はまだですか。このもうでも海辺のとこですよね。あ、湖か、これ。そう、そうなん。
海辺のとこじゃないですかこれ。ただフォーメーションしてるからね、Google マップが全く見れなくて。ああそっかそっか、海辺か。あ、了解。じゃあタッチアンドゴーしてレフトターンで海辺ぐるっと回ってフォーメーションランディングすればいいんだ。あの、あ、これ、ね、指定がめちゃくちゃ悪くなったんですよね、アップデートされて。そう、あの右ですよ、右。右がボルドの街ですね、右下。あ、これか、これか、これか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。右下がボルドの街です。そこできてると、うん、多分できてるんじゃないですか。あ、マウスが落ちた。え？マウスが机から。あ、サンちゃん。はい。あのこっから大事よ。あ、わかりました。うん。こっから集中。え、あれ空港？あれ空港か。ちょっと遠かった。ごめんごめんごめん、修正する。全然大丈夫。修正させて。全然大丈夫ですよ。ちょっとかなりダイブしていい。あ、目の前のやつですか。目の前じゃない、右前じゃない。右前。ちょっとまだ綺麗には見えてないんだけど。あ、じゃあもう任せます。もう全然分かってないんで。うん、よかったよかった。ちょっとダイブするか。ダイブしても大丈夫。アイドル使わなければ大丈夫です。あ、ほんと危ない、使いかけた。勘違いだったな、場所。きびついかな、これ。ちょい。いけるかな？見た感じいけそうな感じもせんでもないけどね。はい。まあ、空港がきれいに見えてないよ。どこだろう？全然わかんない。いや、だいたいね、あの、地図見ながら、ここら辺やろな、はい、いうところを目指してるだけなんやけど。はい。まだ出てこないですか？出てこないね。あれかな、あの子かな、どっちかやろな。でライターしていくよ、はい。ちょっと探り探りいってるからね。はい、ちょっとあれです、若干離れて見てます。うん、最後近づいていきます。はい。あ、こっちか。次、もうアビ、もうアビ道がファイナルのライン過ぎていくような感じやな。あれか、オッケー、過ぎた過ぎた、ごめん、過ぎた。修正するわ。はい。スピードブレーキオープンしていい？いいですよ。スピードブレーキオープン。解像度が悪すぎてね。はい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 。スピードブレーキクローズ。これ悪くなってるんですよ。サンドパスいってるから。はい、悪くなってるんですよ、明らかに。アップデートで、ね、ちょっともうファイナル見えたから。オッケー、いける。いや、見えてないですけど、多分もう近づいてきます。うん、うん、近づいてて。あと何マイルぐらいですか？フラップ1回下げるよ、はい。あ、フラップもう下がってるから今180ノット。はい。あともうすぐだよ、今もう1600フィートだから。ギア下げていい？はい、はい、です。やだ。150目安でいくから。はい。あとプラスアルファで。あ、見えた見えた。オッケーオッケーオッケー。見えた。ちょっとここからファイナル作るね。ゆっくりレフトターンで。はい。え、これゴーアランドしてボルドの街行くんだよね。タッチアンドゴー、タッチアンドゴー。タッチアンドゴー、タッチアンドゴー。え、これ、ちょっとスピードブレーキオープンしたままアプローチしていい？あ、いいですよ、いいですよ。速度が速すぎて。いいですよ。アイドルだけはやめてください。あ、分かってる分かってる。もうボルドの街やめますか？フルストップしますか？あ、いいよ、いい。あ、そうやね、もう。もう次回ボルドから。お、ええとこ来てるやん。ええとこ来てるやん。次回ボルドしましょう。いいとこ来てるでしょ、うん。もう結構緊張してますよ、これ。あ、ごめん。ちょっとピクって動かした。ピク。ピク勝ち、ピク勝ちしてます。ピク勝ち。ここでやられると厳しいです。ここから安定させるから。はい。150ノット。パスオッケー。パスオッケー。パスオッケーのフォトタイム。フォトタイムやめてください。今。もう何も触ってないから155ノットやから。オッケー。完璧完璧。155ノット。うん。もう何も触ってない。このままつけるよ。はい。
ごめん、センターに行った。いえいえ、全然。ちょっとレフトに落ちるね。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ベルアート。分からんけど、エルロン入った。ベルアート。あ、ステアリングだ。ステアリングが入ってなかったから。もうブレーキでコントロールするしかない、これ。後ろから見ると、右よく吸ってましたね。吸ったね。はい、ちょっと。まあ、アクセプタブルかな。はい、大丈夫かね。大丈夫だね。一応タワーにラウェイチェック行っときます。ありがとうございます。はい。あ、さんちゃん、じゃあ、ここでストップオンダーなんでしょう。ここで。うん。ちょっと危険やからね。あ、そうですね。うん。ということで。はい。いや、疲れた。疲れましたね。ボルドーまで来たよ。ボルドーまで来ましたけど、ボルドーの街全く見れなかったですね。次見よう。次。次回ボルドーから。デイ5で。デイ5でボルドーを見て、はい、ネクストディスティネーション行こう。わかりました。そうしましょう。いいですか？はい、もちろんです。うん。いや、スピードブレーキを、あ、スピードブレーキや。開けてたからかな、ひょっとして。あれ、コロッといったの。ファイナル、どれぐらい写真撮ってたんですか？600フィートぐらいまで。まあ安定してたからね。はい、はい、はい。ということでね、さんちゃん。はい。お時間となりまして。はい。はい。今日も、ボルドまでようやく、デイ5、4。デイ4。あ、デイ4や。はい。来ましたね。やっとですね。はい、やっとね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はかなり長い間撮影していただきまして、本当にありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。とんでもないです、とんでもないです。はい。じゃあまた、次、デイ5。デイ5、ボルドーからですね。ボルドー。もしかしたらこれなんかこの勢いでいくと、うん。デイ5、6で終わるんじゃないですか、フランス。まあ、それはね、わからん、ね。わからんですよね。うん。わかんないね。いきなりプロペラ機縛りにまたなるかもしれないですもんね。もうそういう可能性もなきにしもあらず。はい。なんでね、はい、まあ、これとりあえずやっていきましょうよ。やっていきましょう。はい。はい、ということで、はい、今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。消えちゃった、長さん。消えた。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。